こんにちは、袋歯科医の袋です。本日の、質問です。麻酔についてすいません。今親知らずの治療をしているのですが、麻酔をするとドキドキして震えます。歯を削りましたが、麻酔を少し打ち、少し、パニックみたいになったので中断してしまいました。痛いのも嫌ですが、治療を中止して神経を殺す薬をしているのですが、痛いと聞きました。不安です。痛みは眠れないほど痛いのでしょうか。やはり麻酔をした方が良いのでしょうか。極度の臆病で、困っていますですね。よろしくお願いしますということです。歯科で使う局所麻酔がドキドキしてしまうということで、歯科で使う局所麻酔の中には、血管収縮剤というのが入っていますので、その辺の影響もあってドキドキしやすいということもあるかもしれません。通常こういった時に神経を殺すお薬を使うかどうかっていうのはわからないんですけども、神経自体を取るというふうに、するために、神経を殺すお薬をしているということだと思いますので、その場合には通常今はパラホルムアルデヒドという製剤を、使わせていただくことが多くなってきているのではないかと思います。たまに麻酔のアレルギーやパニックになった方とかの場合には、麻酔がどうしても使えないということで、そういった薬を中に入れて、神経を殺しながら、痛くないようにして、処置をするさせていただくということも、稀にはあると思いますが、通常そういった場合には神経の処置、最終的には神経を取って、そこにね、ゴム製のものですね、ガタパーチャというんですが、そういったものをお詰めして、それから上の方を削っていくとかいう治療をさせていただくことになるかもしれません。ちょっとこの辺多分そういった神経を殺す薬を入れているということでよろしいのかなと思います。パラホルムアルデヒド製剤は実はちょっと若干痛みが出ることを確かにあります。ですのでそういった時にはまたちょっと一回、弱い薬に変えてまた入れてとかっていうのを繰り返すこともあります。やれれば麻酔、局所麻酔ですね、それを入れさせていただいて神経を取ってしまった方が私的には、この方の場合にはいいんではないかなというふうに、治療のスピードアップもできますし、そういった面ではそちらの方がおすすめかなとこの方の場合には思います。以上です。